多様性とか、まあ、そういったものを何か示せればいいなと思って、日本一を目指して常識を覆すという目的に向けて頑張ってきたので、まあ、何かこう、 うちの優勝から新しいことが生まれてくるということがあるのであれば、それは本当に嬉しく思いますし、うちの優勝だけではなくて高校野球の新しい姿につながるような、まあ、この勝利だと思います。野球で楽しいなっていうふうに、まあ、日本中の